日本以外で暮らせません。皆様こんにちは、ナビゲーターのおもちです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。長く住むほど良さがわかる、長期滞在者が語る日本の素晴らしさが世界で話題に。先日 Facebook を見ていると、日本について書かれた興味深い記事があることに気がついてしまいました。この記事は世界に拡散され、コメント欄には様々な意見が飛び交っています。こういうのを見ると私ダメなんですよね。早速興味津々でその元になっている記事を読み始めたのですが、何でも日本の文化や観光情報を英語で紹介しているつなぐジャパンというサイトに投稿された記事のようです。少し変わった新鮮な視点で日本の素晴らしさを紹介していたのが印象的でした。この記事を読むにつれ、これまで意識していなかった日本の魅力や特徴を改めて発見できたように感じましたので、今日は皆さんとこの記事を共有したいと思います。それでは本題に入りましょう。世界の国々の中でも観光地として大人気の日本には、たくさんの長期滞在者が存在しています。法務省の調査によると、2021年6月時点で日本に滞在している外国人は282万3565人となっており、その中には何年も日本に滞在しているという外国人も多いようです。今回はそんな長期滞在者の記者が説明する、長期滞在者にとって日本が素晴らしい国である5つの理由という記事を紹介していきますね。まず1つ目は日本の便利さです。外国人が日本に来た時にまず驚くことが、非常に便利な日本での生活です。日本では質の高いサービスとおもてなしの精神が相まって、誰でも快適に過ごすことのできる社会が実現されていると記事では説明しています。日本の便利さを象徴する代表的な例が自動販売機。自動販売機はどこにでもあり、いつでも飲み物や食べ物を購入することができるのですが、海外では盗難被害に遭うことがよくあるそうで、あまり多く見られません。またコンビニも日本では24時間営業が普通なのですが、これも治安のいい日本だからこそだと言われています。社会が安全だからこそ、日本の便利さは海外のどの国よりも優れているようです。2つ目の理由は、常に新しい発見が存在するという点です。普通は長期にわたって同じ国に滞在していると、文化や風景に見慣れてしまい、飽きてしまうこともままあるのですが、日本はそうではないようです。例えば高田の馬場駅で流れる発車メロディーが有名なアニメの鉄腕アトムから来ていることや、東京タワーの色が赤である理由は日中に飛行機から見られやすいように作ったなどの例が挙げられていました。記事によると、このように非常に細かなところにも個性豊かなストーリーがあり、日本の文化はとても奥が深いのだと伝えています。だからこそ何度日本に来ても新しい発見がいくつもあり、訪れる外国人は日本の文化に飽きることがないのでしょう。日本はあらゆる趣味に寛容で、多種多様な趣味を持つ人が世界中から集まります。長期滞在者が語る日本が偉大な理由の3つ目は、日本が趣味を持つ人にとって天国のような場所であるという点です。日本ではどのような趣味でも奥には奥があると言われています。その典型的な例として紹介されているのがカミソリです。私は全然知らなかったのですが、カミソリの愛好家たちはアンティークのカミソリが作られた場所やその詳しい歴史を知っていて、何通りもの剃り方や保存方法を実践されているようです。自分の趣味を追求できる場所としても、日本は多くの外国人から注目を集めているようですね。4つ目の理由は日本食です。現在世界中で人気が高まっている日本食に引きつけられて日本にやってきたという外国人も少なくありません。記事によると、シンプルさ、美しさ、そして美味しさの3点を兼ね揃えた日本食は多くの外国人観光客を魅了しているようです。海外では今、健康的でヘルシーな料理に注目が集まっていて、特に日本料理はヘルシーな上に美味しいと好評のようです。また地域ごとに特色のある料理を楽しめるというのも日本食の大きな魅力です。築地で新鮮な魚料理を食べたり、大阪で本場のたこ焼きを食べるなどといったグルメ旅行が充実しているのも、観光地としての日本の大きな魅力となっています。最後、5つ目の理由は、細かなところにも大きなこだわりがあるという点です。日本では神は細部に宿るという言葉があるように、
海外なら些細なことすぎて見逃されてしまうような点も丁寧に扱われます。そのため日本には普段使われている何気ないものの中にもたくさんのこだわりがあるというわけです。その例として記事で紹介しているのが日本のマンホールです。世界中のマンホールには何かしらの絵やデザインが描かれていますが、日本のマンホールは地域ごとに特徴があったり、その絵のクオリティが海外のそれと比べてはるかに高いため、日本を初めて訪れた外国人は日本のマンホールに驚かされることがよくあるようです。その他にも最新のテクノロジーや工芸品など日本人の細部へのこだわりは世界的にも広く認識されています。以上、長期滞在者による日本の素晴らしい点5つを紹介してきました。記事の著者によると、今回紹介したことの他にも日本にはたくさんの発見があり、著者のような長期滞在者でもまだ日本社会のほんの一部にしか触れられていないような気がすると綴っています。この日本が住みやすいという記事に対しては海外からも多くの意見が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。日本にはまさに最も素晴らしい文化と人々が存在しています。私は日本に対してネガティブな印象が全くありません。もう一度日本に戻りたいです。この記事の通りです。短期でも長期でも日本には絶対に行った方がいいと思います。どちらにせよ、あなたは忘れることのできない体験を日本ですることができるでしょう。寒い冬に日本のトイレに座るととても暖かかったので感動しました。趣味といえばオタク文化など、日本には個性的な趣味がたくさんあります。私は原宿に行ったことがあるのですが、そこはまさに異世界でした。日本では自動販売機かコンビニで何でも買えるというのは本当です。何でも揃っていて日本で不便だと感じたことは一度もありません。日本はずっと私が行きたいと思っている国です。日本食や日本の景色に憧れています。この5つの理由は全て本当です。私は日本に住み始めてから30年になりますが、未だに飽きることがありません。日本に戻りたい。今年また日本旅行ができれば嬉しいです。細かなところまで完璧に作られているからこそ、鉄道やトイレなど日本が作るものは素晴らしいのだと思います。私は日本旅行をした時に日本の新幹線の速さと快適さに驚きました。また日本に旅行に行きたいんだけど、今は行けないからとても残念です。いかがでしたでしょうか。長期滞在者ならではの視点で書かれているこの記事は、知られざる日本の良さを世界中に伝えてくれています。 Facebook に寄せられたコメントには、他の長期滞在者からもその通りだというコメントが多く見られました。どうやら長期にわたって滞在しているからこそ分かる日本の素晴らしさもあるようです。この記事は外国人だけでなく、多くの日本人にとっても興味深い内容なのではないでしょうか。私はこの記事を読んで、私たち日本人が普段当たり前として通り過ぎてしまうようなことでも、外国人の目から見れば思わず感動することって意外にあるものだなって今更ですが思いました。これから街を歩くときには、何か新たな発見がないかどうか少し注意しながら歩いてみようと思います。今回の記事は、日本人の私でさえ気づかなかった日本の魅力を教えてくれたように思います。このような記事を見つけましたら、またこちらでご紹介しますね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。お餅でした。